はサボくんバンドレボリューション 14ACC にご来場いただきまして誠にありがとうございます。3時30分より本日3回目の公演を開演いたします。どうぞステージ近くへお集まりください。開演に先立ちまして皆様にご注意とお願いがございます。サボくんバンドのメンバーは拍手、声援、黄色い歓声が大好物です。ぜひ皆様の温かい気持ちをぶつけてください。なお、ライブ、ボッシュ、渡るドタキャンへのクレーム行為はキャラのモチベーション低下につながるためどうかご遠慮ください。それではステージ開始までもうしばらくお待ちください。これよりご当地キャラクターユニットサボくんバンドによるステージを始めたいと思います。どうぞ最後までお付き合いくださいませ。さて皆さん、こちらに揃ったキャラクターご存知でしょうか。見たことがあるよって方ちょっと手を挙げてみていただけますか。お、前の方のお客さんほとんどですね。ありがとうございます。それではね、後ろの方のお客様ご存じない方いらっしゃいますので、ここで1キャラずつご紹介していきましょう。まずは向かって右側のキャラクターターボくんです。実はこのターボくん、滋賀ふるさと観光大使を務めるアーティスト TM レボリューション西川貴教さんのキャラクターなんです。どうでしょう、西川さん似てますか。声聞こえてきましたけどね、ありがとうございます。タボくんは西川さんが毎年9月滋賀県津田津市の琵琶湖畔で開催している大型野外音楽イベント稲妻ロックフェスの公式キャラクターを務めています。稲妻ロックフェスは皆さんご存知でしょうかね。聞いたことがあるよって方どのくらいいらっしゃいますでしょう。はい、ほぼさっきと同じ方ですけれども、そうなんです。琵琶湖の水を守ろうをテーマに2009年から毎年開催しているこの稲妻ロックフェス、今年で早くも6回目の開催を迎えます。今日はね、意外と知られていない稲妻ロックフェスのミニ情報をちょっとご紹介しちゃいましょう。稲妻ロックフェスではアーティストの熱いライブが繰り広げられる有料エリアの他にも無料でご覧いただけるフリーエリアというのが広く設けられているんですよ。ご存知でしたか。このチケットなしでも遊べるフリーエリアではブレイク直前のアーティストのライブですとか、タボくんやイナフィが大活躍するご当地キャラクターのイベント、そして美味しい滋賀の恵みを味わっていただけるフードコートや人気のオフィシャルグッズの販売など、こちら全てがなんとフリーエリア内でお楽しみいただけちゃうんです。さあ、そんな稲妻ロックフェス、気になる今年の開催日は9月の13日の土曜日、14日の日曜日に琵琶湖博物館の隣、烏丸半島芝生広場にて盛大に開催されます。詳しい情報はオフィシャルサイトでも発信していますので、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。さあ、今シール配りに精を出しております。お次はこちらのキャラクターご紹介いたしましょう。皆さんから向かって左側、愛知県稲沢市のマスコットキャラクターふんどしくん。はい、このふんどしくんの頭なんですけど、すいません、ここに名札ついてましたね。違いました、イナッピーです。イナッピー、はい、失礼いたしました。ごめんなさい、稲沢市に怒られちゃいますね。愛知県稲沢市のマスコットキャラクターイナッピー。はい、イナッピーの頭ご覧ください。こちら稲沢市特産の足束と植木、そして体全体はイチョウの黄色、ハチマキとふんどしは神の宮裸祭りをイメージして作られた元気な祭りっ子キャラです。特技はね、イラッピーターンっていうのがあるんですけど、今日はやるの？やらない。なんか最近ね、イラッピーターンしてもキャーって言ってもらえないでやるのを渋ってるんですけど、今日のお客さんは言ってくれるんじゃないかな、イラッピーね。もちろん皆さん声援の用意はできてますよね。はい、それでは見せてもらいましょう、イナッピーターン。ほら来ましたよ、久々に。ありがとうございます。そうなんです、こんな苦手なんですね、イナッピー。見た目がタケノコみたいなんですけども、タケノコのキャラじゃないんですよ、ふんどしキャラでもないしね。はい、イナ
皆さんの有名なものを掛け合わせた美味しいところりのキャラクターなんで、ぜひナッピー、ぜひお間違いのないようにお願いします。さあ、この天下の奇祭として有名な神宮裸祭りで知られる愛知県稲沢市なんですが、濃尾平野のほぼ中央に位置しておりまして、かつては尾張国の政治文化の中心地として北部が置かれていた歴史ある町なんです。市内各地にはかつての稲沢の隆盛を今に伝える史跡や文化財が数多く残されております。また四季折々のお祭りが一年を通じて楽しめる町なんです。ぜひ一度イナッピーの町稲沢へも足を運んでみてくださいね。それからね、もう一キャラ、今日はねちょっとお休みしちゃったんですけれども、大きな塗り壁みたいなキャラクター、世界一の明石海峡大橋を代表とする本州と四国を結ぶ3つの橋、本州四国連絡橋のシンボルキャラクター渡るというメンバーがいるのね。あ、これね、渡るくんの今日ありがとうございます、ぬいぐるみ持ってきてくださった方いるんですけど、ごめんなさい、今日渡るを見に来たって方、そんな既得な方いらっしゃいます？はい、いません。はい、いた2人、ありがとうございます。お気を使っていただいてごめんなさいね、今日急に朝ねちょっと高速道路の方でお仕事入っちゃったのかな、渡るくんね、来られなくなってしまったんですけど、すいません。タボくんバンドはね、このタボくんヤンピー、渡るの3キャラクターで活動してますのでね、ぜひ皆さん応援してください。さあ、ところでね、今ヤンピーがなんか手に持ってるんですけど、気づきました？これ、そうです、ギターなんですね。実はタボくん、ヤンピー、渡るで、稲妻のクイズをきっかけに踊るキャラクターユニット、タボくんバンドというのを結成しているんです。毎年お正月にはなんと TM レボリューションの日本武道館のライブステージにも立たせてもらってるんだよね、イナピー。そう、これちゃっかりね、いつの間にか稲沢市の広報の方に写真まで載ってまして、どこで写真手に入れたんですか、みんなファンの皆さん持ってないのにね、石川君が舞台に載ってる写真しかみんな持ってないんだよ、イナピー、ね、隠し撮りしてたのかと思われますが、さあ、そんなね、自慢のパフォーマンス、今日はここ ATC でのステージのためにさらにダンスに磨きをかけてきたみたいですのでね、皆さんにパフォーマンスぜひご覧いただきたいと思うんですが、あのタボくん、何やってんですか、そろそろパフォーマンスお見せしたいんですけど、ステージの方戻ってきてもらえる？はい、それでは参りましょう。まずは TM レボリューションの去年の夏曲、あの曲いっちゃいました。それでは参りましょう、 TM レボリューションのサマーブリザードです、どうぞ。はい、でサマーブリザードってこの曲だったっけ、あれね、はい、ハプリン、ですね、あ、見つかったみたい失礼いたしました。それでは気を取り直してまいりましょう、 TM レボリューションの夏曲です、サマーブリザード、どうぞ。Get to the top of it.
ジャンプってとこですよね。ウィーアーとジャンプで、あ、プリザーブドローズについた。そうね、じゃあこの3曲で3曲踊る。あ、それ無理。はい、はい、すいませんでした。じゃあごめんなさい、この3曲で、決めたいんですけど、プリザーブドローズの方もう一回お願いします。はい、ウィーアー、あれ聞いた。
私が勘違い、はい失礼いたしました、ジャンプ、そういうことでしたか、大変失礼いたしました。それではジャンプでいきたいと思います、よろしいでしょうか。さあもうさすがにね、ジャンプは踊ることが多くなってきているので、一時は振り付け覚えてるのか怪しいと言われたタボ君ですが、もういけるんじゃないかと思っております。それではよろしいでしょうか、参りましょう。ラストナンバーはアビングドンボーイズスクール、ジャンプです、どうぞ。土曜日14日の日曜日に琵琶湖博物館の隣、滋賀県烏丸半島芝生広場で盛大に開催されます。気になる今年の出演アーティストなど詳しい情報は間もなくオフィシャルサイトの方で順次発信していきますので、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。それから今日このステージの終了後にはタボくんバンドとの記念撮影会を行います。タボくんたちと一緒に写真を撮りたい方は少々このままお席の方でお待ちください。そしてさらに今日は東日本大震災チャリティープロジェクトスタートアップジャパンの募金活動をタボくんバンドのメンバーがお手伝いします。このスタンドアップジャパンは西川貴教さんの呼びかけで2011年から始まり、赤い羽の共同募金会の協力を得て東日本大震災のチャリティー活動を行っております。こちら皆様の善意で寄せられた募金は経費を一切差し引くことなく全額を被災地の支援活動に活用しております。明日4月の20日日曜日夕方の5時からはこのプロジェクトが年に一度発信しているチャリティー生配信番組、これからもずっと思いを一つにスタンドオブジャパンをニコニコ生放送で放送されますので、ぜひご覧いただければと思います。そしてね、今日と明日ここ ATC で開催しているこのステージ、タボくんバンドレボリューションではそのサテライト会場として募金活動を行っていますね。番組放送中には生中継でこちらのサテライト会場と東京会場をつなぐ予定ですので、どうぞ皆様ご協力いただければ幸いです。さあそれではこの辺りで、キャラのみんな、じゃあ皆さんにね、最後まで来てくれてくださいましたので、ご挨拶をしたいと思います。いいですか、ありがとうございました。滋賀ふるさと観光大使のタボくんと愛知県稲沢市のイナッピーでした。ありがとう。